アデリーペンギン、アデリーペンギン、ピゴシェリーズアデリーは、超高ペンギン目ペンギンかアデリーペンギン族に分類される鳥類。中型のペンギン。種名は、1840年に南極に上陸したフランス人探検家、デューモン・デュルビルの妻、アデリーへの懸名で、彼が上陸した場所は、アデリーランドと名付けられ、そこで発見された本種にもアデリーの名が付けられた。 南極大陸周辺、アデリーランドやビクトリアランドウィルクスランド、マックロバートソンランドアデア岬、クロージア岬、ロイズ岬、南極半島、クレアムランド、パーマーランド、ホープワンサウス、シェトランド諸島などで繁殖し、サウスオークニー諸島やサウスサンドウィッチ諸島などでも繁殖する。ペンギン類で南極半島より南で繁殖する種は本種、 最南でロイズミサキの難位77度と皇帝ペンギンに限られ皇帝ペンギンの見本種よりも南方でも繁殖する。目の周囲は白い。光彩は褐色。くちばしは黒く、気分は大色。色。子は白やピンク色で、足裏は黒い。体長60から70センチメートル、体重5キログラムほど。羽毛は、腹側が白く、頭部と背中側が黒いが、 目の周りには白いアイリングがある。足はピンク色をしている。くちばしの根元から先端近くまで羽毛で覆われているのも特徴で、くちばしが短いように見えるが、口を開けると目の前まで開く。これは南極の厳しい寒さに適応した結果羽毛がない部分が少なくなったと考えられる。また、他のペンギンに比べてお歯が長いが、これはヒゲペンギン。 ジェンツーペンギンにも共通する特徴である。ペンギンの分類では、この3種類をまとめて、アデリーペンギン族、ピゴシェリーズ族として扱う。オキアミ類、魚類などを食べる。植生は、地域、年、性別などによって変動があることもある。一例としてメスは、オキアミ類を主に食べ、オスは、メスと比較すると、魚類の比率が大きいとする複数の法令もある。成長や、 巣立ち後のひなの捕食者としてひょうあざらし、卵やひなの捕食者として、オートウ族カモメやミズナギドリ類が挙げられる。批判食器は、南極大陸の周辺海域で群れを作って生活し、オキアミなどの甲殻類や魚類を捕食する。海での天敵は、シャチやヒョウアザラシなどである。近年の地球温暖化の影響を受け、生息数が減少傾向にある。 南極大陸の海岸部及び周辺の島々に大きなコロニーを形成する。繁殖地は海岸にほど近い岩場で夏になると雪が溶けて岩石が露出する場所に限られる。スコット探検隊が越冬したロス島には約50万羽からなる巨大なコロニーが存在するほか日本の昭和基地付近にも映像地がある。南極の初夏に当たる10月になると アデリーペンギンが繁殖地に集まり、小石を積み重ねて火山のような形の巣を作る。南極では夏といえども、冷たい雨や雪が降り、卵が冷たい雪解け水に浸ると死んでしまう。このため親鳥たちはできるだけ高い巣を作る必要がある。しかし、岩が露出する場所は少なく、素材の小石は貴重品である。よって、巣作りの頃には繁殖地の至るところで、 小石の奪い合いが発生する。メスが散乱するとまずは、オスが放乱し、メスは海へ、祭事に向かう。ヒナが孵化するまでは、約三十五日間かかるが、途中で一度だけオスとメスが交代する。ヒナは茶色い産毛に包まれ、三週間から四週間ほどは、巣にとどまって両親から救治を受ける。なお、卵やヒナの天敵は、寒さの他にも、 王盗賊カモメや鞘端地鳥、大古マカモメなどがいる。これらの鳥も繁殖期を迎えるため、繁殖地では卵やヒナをめぐる必死の攻防が繰り広げられることとなる。ヒナが成長すると、ヒナ同士が集まるクレイシュが形成され、親鳥はオスメスとも海へ祭事に向かうようになる。クレイシュにやってきた親鳥は、鳴き声で自分のヒナを判別し救助を行う。 クレイシュは3週間から4週間ほど続く。ヒナが噛むし、成長とともに海に入るのは夏の終わりの2月頃である。地球温暖化による影響、観光や研究による拡乱、漁業によるエサ源の競合などによる影響が懸念されている。ロスカイやロイズミサキ、テルアゲリーでは研究用の基地を設置したことにより一時的に生息が減少した例がある。 2016年現在は生息数は増加傾向にあるとされるが、これは未確認だった繁殖地が発見されたことによる影響が大きい。1990年代半ばにおける生息数は237万ペア474万はと考えられていた。2014年には2006年2011年の人工衛星による調査から379万ペア。 352万から4、100、000ペア758万羽という推定値が報告されている。日本では第二次世界大戦以後は1952年に恩師上野動物園で飼育された。1990年にサウスシェトランド諸島からアドベンチャーワールドへ60個の卵が輸入され、このうち54個の孵化に成功した。孵化した個体は 1992年に名古屋港水族館に分譲された。1995年に日本では名古屋港水族館が初めて飼育下繁殖に成功した。1996年現在は日本国内でアドベンチャーワールドと名古屋港水族館の2施設で52話の飼育例がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。